インパクトオーズが飛べに合流、新グループ名、イムップ、発表。平野紫耀の突っ込み連発でライブを盛り上げる。ジャニーズ事務所を退所した7人組グループ、インパクトオーズが滝沢秀明氏が設立した芸能事務所飛べに合流し、新たな門出を迎えました。 トベの YouTube ライブさんに登場したイムプを、平野の仕を中心にメンバーたちのユーモアと魅力で場を盛り上げ、話題となりました。この記事では、イムップの新たな始まりやグループ名の由来などについて詳しく掘り下げます。 今年の5月、ジャニーズ事務所を7人全員で退所したインパクトオーズが、滝沢秀明氏が設立した芸能事務所戸ベに合流することが発表されました。これにより、インパクトオーズはエムプをとして新たなステージに進むことになりました。イムップは戸ベの YouTube ライブさんにおいて、7人全員が一堂に会し、その新たな始まりを明かしました。 配信の冒頭で佐藤慎が新しいグループ名はイムップですと発表しました。しかし平野潮はメンバーたちの緊張を感じており僕らも先週7日に経験したんですけどガチガチって伝わるもんですね。俺らもすっげか,から緊張していたけど今はすごく気が楽で笑いとコメントし和やかな雰囲気を作り出しました。その後 平野は、名前が M ムプオということで、由来はあるのと直球の質問を投げかけました。すると、キ俊介が、知らないんですよ、と返答し、これに対して平野は、知らないで、ここに来ちゃったの誰に操られているの一番大事なところじゃん、と突っ込みを入れました。メンバーたちは笑いながらリアクションし、和やかなムードが広がりました。 さらに、つばきやすしわれが、もう、心臓もバキバキです、と表現すると、平野は、それ、今すぐ病院に行った方がいいよ、と冗談めかして応じました。佐藤心も、平野くんを初めて、スターだ、と思って、雷に打たれた感じで、履歴書をワーっつって書いて、この世界に入りました、と話すと、平野は、告白された感じ。答えは待ってほしい。 とぼけてみせ、会場を沸かせました。さらに、イムップは特徴的なグループポーズを披露しました。小指を立てるポーズについて平野は、できないんですよ。小指を立てようとすると、薬指も立ってきて、と言いながら、佐藤とのツーショットを披露しました。平野のユーモア溢れるツッコミやコメントは、ライブの空気を一層盛り上げることに成功しました。イムプへの登場によって、 トゲの YouTube ライブさんは大いに盛り上がりました。インパクトオーズカライムプアーイの転身を果たしたメンバーたちは新たなチャレンジに意気込みを見せています。平野紫耀をはじめとするメンバーたちの魅力的なパフォーマンスというもあが新たなスタートを祝福するファンたちの心をつかみました。 ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が設立した戸部に合流したインパクトオーズが、新たなグループ名、イムップ、として活動をスタートしました。その初お披露目となった戸部の YouTube ライブさんでは、平野氏要を中心にユーモアあふれるツッコミやコメントが飛び交い、会場を笑いに包みました。イムップへのメンバーたちは新たなステージでの活動に意気込みを見せ、 ファンたちの期待を一心に背負っています。今後のイムプエの活躍にますます注目です。